それでは本日のウェビナーを始めたいと思います。皆さん、こんばんは。関西パレスチナ研究会連続セミナーにご参加いただきありがとうございます。第1回は、ガザ地区における国際援助と女性の権利と題して7月1日に行いました。第2回である今回はエルサレムが焦点となります。国際人権法を専門とするムニール・ヌセイバ氏にエルサレムよりご登壇いただき、占領下エルサレムにおけるイスラエルの人口操作、強制移動と植民地化メカニズムと題してお話しいただきます。Dr. Munir Nuseiba is joining us from Jerusalem. Dr. Nuseiba, thank you for taking time out of your tight schedule for our seminar today. 司会を務めま Thank you very す。much. 司会を務めます私は松野明久です。解説は山本健介さん、通訳は高橋ソウルさん、今野泰造さんです。それぞれよろしくお願いいたします。それではスライドを進めてください。まず関西パレスチナ研究会について簡単に紹介いたします。当会は関西の若手研究者有志を中心に2016年に発足しました。コロナ禍のために研究会を開催できないでおりましたが、今年5月に起きたイスラエル軍によるガザ地区への大規模攻撃を受けて、緊急声明と日本政府への要請を発表し、その後このようなオンラインでの活動を再開したところです。今回のガザの空爆に至る一連の出来事の発端となったのは、東エルサレム、シェイク・ジャラ地区のパレスチナ人立ち退き問題でした。それにアルアクサモスクでのユダヤ人右派の挑発的な行動やイスラエル警察の行き過ぎた治安行動がありました。これらすべてエルサレムで起きたことであり、したがってエルサレムで今何が起きているのか、イスラエルは東エルサレムを、ひいてはパレスチナをどうしようとしているのか、そうしたことを深く掘り下げる必要があると考え、今回のようなテーマになった次第です。で、次のスライドをお願いいたします。本日の予定をお示ししています。最初に当研究会のメンバーである山本健介さんがエルサレムの問題状況について基本解説をします。続いてムニール・ヌセイバさんの講演を通訳を含め1時間、その後5分の休憩を挟んで質疑応答へと進みます。次のスライドをお願いいたします。皆様へお願いがございます。まず皆さんのビデオとマイクは自動設定でオフになっていますのでご了解ください。質問コメントは Q&A フォームで受け付けます。質問は英語のできる方は英語で書いていただけると大変助かります。誰宛の質問かを明記し、簡単にお願いします。すべての質問を取り上げられないこともありえますが、あらかじめご了承ください。このセミナーは主催者によって録画されています。スクリーンショットや録音を含め参加者による録画お断りいたします。それではまず山本健介さんに解説をお願いしますが、スライドの準備中、簡単にご紹介いたします。山本さんは現在静岡県立大学講師で、昨年聖地の紛争とエルサレム問題の諸争、イスラエルの占領併合政策とパレスチナ人という本を出版されました。エルサレム問題の専門家です。それでは山本さん、お願いいたします。はい、ご紹介預かりました山本と申します。画面共有はちゃんとできてますかね。大丈夫ですかね。できてます。じゃあ簡単に始めていきます。解説ということで、基本的にはこの後ムニールさんにお話しいただくことに、今日の、メインですので、そちらがメインになるように、事前に少しだけお話をしておくという感じになっております。訳されますか？どうしましょう？はい。He's saying that he will just provide a very brief overview of the situation in Jerusalem. Your talk is the main talk. So he's just going to provide a brief introduction into what is happening in the situation. はい、すみません。では、一番初めに、簡単に、エルサレムの基本情報についてお伝えしておきます。エルサレムの呼び名として、一般的なことですけれども、日本語ではエルサレムというふうに呼んでいますが、アラビア語ではアルクドゥスというふうに呼びますので、今日ご参加のムニールさんはじめパレスチナ人にとっては、アルクドゥスという町の名前になります。エルサレムの元になっている方はヘブライ語で呼ぶエルシャライムという方で、こちらの方が、英語のジェルサレムの元にもなっています。
基本的に、地理情報とかを先にお伝えしておこうと思っているんですが、この地図でご覧いただけるようにエルサレムというのはだいたいこのパレスチナ・イスラエルの南北の真ん中あたりに位置しています。やはり何にも増して、一神教ゆかりの宗教都市というところが、特に、この日本でもエルサレムという町の名前が知られるゆえになっているわけですが、写真で少しお示しします。一番上の岩のドームなんかはイスラムの聖地として有名ですし、2番目の写真の嘆きの壁なんかはユダヤ教の聖地として世界的に知られています。地理的な面とも関わることですが、しばしばちょっと忘れされがちですけれども、エルサレムという町はこのような、バザールとかスークとか日本語でもカタカナのまま知られるところですが、中東に非常に一般的な、こういう市場も栄えている、そういう、町です。で、今の紛争の中でもそうですし、ユダヤ教徒、イスラエルのシオニストとですね、パレスチナ人、イスラム教徒一般にとって政治的、文化的な、シンボルとしてエルサレムという街がこのパレスチナの中でも中核的な位置づけを占めているということが言えます。はい。Just some very basic information on Jerusalem. The, of course, differing names in Arabic, Al-Quds, and in Hebrew, Yerushalayim, which is the generally used in Japanese as, or English as in Jerusalem and the Japanese version as well. It is, of course, right in this, there was a map, there was right in the center of the country, a very central location. Of course, everybody knows it as the holy city for the three monotheistic religions. But it's also important to stress that it's historically the one of the, it's historically a capital of culture, of commerce for the Palestinian people and for all the people living there. For the Palestinian people and also for the Jewish people, it's a political and a cultural symbol, a potent symbol to both of these people. はい、お願いします。ここで簡単にエルサレム問題の略年表についてもお話ししておきます。他のパレスチナの都市と同様に1917年に第一次世界大戦の後に、この地域はオスマン帝国からイギリスの支配下に移ります。その後1948年にイスラエルが建国された時にですね、このエルサレムという都市の西側はイスラエル領、東部はヨルダン領というふうになりました。この地図にお示ししている一番太いこの点線の部分が、この1949年の停戦ラインになりますが、この線よりも左側がイスラエル領で、この線よりも右側は当時ヨルダン領ということになりました。で、この、少し小さめの点線で記してある部分が、イスラエル統治下のエルサレムで、このより小さいところがヨルダン統治下のエルサレムということになっています。このような形で当時は、この約20年ぐらいは、エルサレムという町が東西に、分かれていた時期になります。で、この真ん中の停戦ラインに沿って、鉄条網で、両都市は区切られていて、境界がはっきり区切られていました。その後、大きな転機になって今日に至っているポイントは1967年の第三次中東戦争です。このタイミングで、ヨルダン領のエルサレムというこの小さいエリアを含むその周りの都市もですね、すべて囲んで、イスラエルはこの新たにエルサレム市という、区画を作り上げて今に至っています。で、エルサレム東部はイスラエル政府によって、併合された形になっていて、イスラエルから見れば自国領として扱われるということになっていますが、国際法の観点で見れば、ヨルダン川西岸地区とガザ地区と全く同じ非占領地ということになりますので、その併合というのは国際法違反に、当たるというふうに一般的に見なされています。ですが、1980年の基本法エルサレムというところで、イスラエルはその国内法でもって、このエルサレム市全体がですね、イスラエルの首都として、公式に宣言するという形になりました。で、この写真でお示ししているマーレ・アドミーム入植地に、代表されるような形で、この、イスラエル、エルサレム市の周囲にですね、入植地を建設していって、東西エルサレムが再び分割されるということを阻止するというようなことが行われてきました。実際その後、1993年にオスロ合意が結ばれて、PLO とイスラエルの間で、
まあ、一応の和平交渉というものが始まることになったんですが、エルサレムの、まあ、帰属ですね、エルサレムのこの領有をどうしていくのかといったことに関する議論は一旦棚上げというふうになりました。でその後2000年に実際に交渉がなされましたが、なかなか解決には至らずということで、この帰属問題に関してはなかなか今も、議論が進んでいないところです。で先ほども申したように1980年にイスラエルの、まあ、政府内でですね、国内的にこの帰還法エルサレムという形で、この一番大きなこのエルサレム市というところをイスラエルの首都として認定したんですが、国際的にはほとんど認知されていませんでした。それが大きく変わっていくきっかけになっているのがこの2017年のトランプ米大統領のエルサレム宣言です。こちらはイスラエルの首都としてエルサレムを認定し、自国の大使館アメリカの大使館をテルアビブからエルサレムに移転するということを決定しました。基本的にはこの占領地にある東エルサレムからの撤退を徹底的にイスラエルが拒んでいるというそういう姿勢によって、外交的にこのエルサレムの領有権というものを解決する見通しは今も全く立っていない、とそういう状況になっています。あ、すいません、この部分は、今野さん、私があれしましょうか。とりあえず今野さんが、はい、あ、どちらでも、okay. I'll just jump in and do it. Sorry about that confusion. There was, I'm sure you can tell from the years, this was essentially a very quick going through of the history of Jerusalem. 17, moving from the Ottomans to the Brits. 1948, the obvious 67, Israel takes the eastern part of Jerusalem as well. 1980, the annexation, unilateral annexation by Israel. And he stressed that, of course, that is not recognized internationally by practically any member of the international community. 93, mentioned Oslo and how the question of Jerusalem was essentially kicked down the road. 2000 was Camp David, but once again, they failed to come to any kind of agreement regarding Jerusalem. And of course, 2017 was the big recognition by the United States under Trump of Jerusalem as the capital of Israel. So this remains a very contentious issue. And he also pointed to Mal al-Damin, the photograph on the bottom right, and how the Israelis are building colonies, building settlements ring, in a ring around the eastern part of Jerusalem. はい、お願いします。はい、それでは最後の、スライドになりますが、本日の講演に直接関連する、ところです。東西エルサレムの格差というところです。このエルサレムに住んでいるパレスチナ系の住民は約4割程度を占めています。で、彼らは居住権という権利が与えられているんですが、それについて少しだけ説明しておきます。基本的にはイスラエル市民とまあ同様の税制のもとに置かれて、社会保障の制度としてもまあ同じような一応制度のもとに置かれています。でそれに加え、イスラエル国内での就労や居住というのが比較的自由に基本的には行えるということになっています。この観点で言いますと、西岸地区やガザ地区に住むパレスチナ人はイスラエル国内に入ったり、そこで働いたりというようなことの場合には、事前に許可が必要であって、なかなか許可が得られないというような状況もありますので、そういう観点から見ればカッコつきですけれども、このエルサレムに住むパレスチナ系住民は、まあ、ある種の特権があるというふうな形でも表現することができます。このエルサレムのパレスチナ人たちはイスラエル市民ではないので、イスラエルのパスポートは所持できませんが、トラベルドキュメントというような形で、一時的な旅券というものを発行されますし、それによって、まあ、自由に、海外に旅行に行ったりというようなことも比較的可能です。でこのような面から見れば、一般的なイスラエル市民と同じようにも、一瞬見えるんですが、実際には、この居住権という権利は非常に不安定なところがあります。こちらはおそらく今日ムニールさんのお話に直接で関わってくるところなので、あまり細かくは言いませんが、イスラエル政府が非常に恣意的な形で、剥奪することが簡単にできてしまうという、そういうところがあって、市民権というのはなかなか剥奪されないものですけれども、居住権は、それに比べれば、イスラエルの政府から見れば恩寵として与えているものというような感じになりますので、まあ、簡単にいつでも剥奪できるような感じというのも、持っているところです。
で、実際それに関係するところですが、パレスチナ人が多く住んでいる東エルサレムというのは、市の予算が、非常に不均衡な形で配分されているということが、知られています。この右側の図、英語の図になりますけれども、37% の人口を占めているパレスチナ人が住んでいる地域に、市の予算はたった 10% しか、振り分けられていないというようなことが、分かりやすく描かれていますが、このような、この不均衡な市の予算の配分というのは、ゴミの収集や道路や公園の整備状態、あるいは公立の図書館や学校なんかの施設数なんかで非常に大きく差が出てくるところになります。ですので、イスラエルはこの統一エルサレムというものの支配の正当性というものを内外に訴えているところではありますが、実際にはこの統一エルサレムを分ける、まあ、見えない壁というのが今も、はっきりと見て取れる形で存在しているということが言えます。これがエルサレムの現状です。以上です。すいません。ソウルさん、ちょっと声が入ってないです。ミュートになってます。すいませんでした。申し訳ありません。Again, this will be the last slide and a very brief introduction into the situation of East Jerusalemites and what their status is now. They represent almost 40% of the population of Jerusalem, and they have a residency status, which allows them to access Israeli welfare and also to move around within the state of Israel, which is for something which residents of the West Bank or the rest of the West Bank and Gaza do not have. However, and he believes that you will be talking about this in some detail, so he will not go into great detail, but of course this residency status can and is revoked by the Israeli authorities in an extremely arbitrary manner. So this remains an issue and something which makes their legal status very, very precarious in East Jerusalem. The second point that he wishes to stress is the unequal budgetary allocation between East and West Jerusalem. You know, the meme on the right side, which shows or indicates that East Jerusalemites pay around 37% of the city budget. However, only 10% of the budget of Jerusalem is spent on East Jerusalem. So he notes the issue of, for example, refuse collection, paving of roads, parks, libraries, schools, you know, all of this kind of stuff, which makes the situation for East Jerusalemites extremely precarious and difficult. Yamamoto-san, 解説ありがとうございました。それではムニール・ヌセイバさんにご登場願います。Dr. ヌセイバ、please put up your PowerPoint presentation on the screen while I introduce you to the audience. ムニール・ヌセイバさんはワシントン DC のアメリカン大学で法学修士、ロンドンのウェストミンスター大学で PhD を取得後、母校のアルクドゥス大学法学部の助教になって国際人権法を教えておられます。法学部では人権クリニックという、実務実践に力点を置いた人権教育の拠点を運営し、一方で旧市街の中にオフィスを構えるアルクルス大学法学部コミュニティアクションセンターの所長として人々の法律相談から国連人権理事会対策まで広範な活動を指揮しておられます。ご自身もこの間いくつものウェビナーを企画されており、大変多忙な中でご参加を承諾していただきました。ヌセイバさんは学生の頃は東エルサレムからアブディスのキャンパスまでは自転車ですぐだったのに、今では分離壁のために車で30分ぐらいかかってしまうとおっしゃっています。こうした東エルサレムの抜き差しならない困難な状況に日々身を置きながら、そこから研究とエネルギー教育にと実践に忙しく情熱的に動き回っておられるヌセイバさんのエネルギーには感服するばかりです。それではヌセイバさん、話を始めてください。ドクターヌセイバ、please start your talk. Thank you very much, Professor Matsuno, and also many thanks to Dr. Imano and Dr. Imamoto for for the kind invitation and for the opportunity to speak. Friends who are interested in Palestine and in Jerusalem in Japan. It's an honor to be with you.
So my my talk today is about will focus on demographic engineering, what I call demographic engineering in occupied Jerusalem. This topic has been actually touched by Professor Yamamoto in his introductory speech or presentation. But I will focus more on this area. Since the establishment of the State of Israel, the State of Israel has been systematically working on changing the demographic status, not only of Jerusalem, but of Palestine in general. The background of this is that when Israel was established, Israel was established as a colonial project. The Jewish population in Palestine was a minority. When Palestine was occupied by the British in 1917, the Jewish population of Jerusalem, of Palestine, was 12%. And when the mandate ended, the population was 30% of the whole population. Despite that, the idea of creating a Jewish state in Palestine was there. And that informed the Zionist plan as well as practice of continuously displacing Palestinians from everywhere where Israel has control. So I'll stop for translation. はい。皆様。Is that the way? Yeah. That's fine. That's fine. I can, yeah, translate. 皆様、今日はお招きいただきありがとうございます。また、松野先生、今野先生、山本先生、今日は、このウェビナーに、ご招待いただき、パレスチナ、そして、エルサレムに関心のある人たち、皆様に、お話しする機会を与えていただき、どうもありがとうございます。今日は、私は、占領されたエルサレムにおける、人口エンジニア、人口エンジニアリングという問題について、お話しします。この点については、山本先生がすでにイントロダクション、最初の基本解説で、少し、お話しいただいていますが、私は今日はこの、人工エンジニアリングという点に特に、焦点を当ててお話ししたいと思います。まず、イスラエルが、建国されて以降、イスラエルは、パレスチナ、そしてエルサレムの、人口統計、的な、地位を変えることに、変えようとしてきました。その背景には、あるのが、イスラエルは、植民地主義事業として、作られた国であるという事実です。ユダヤ人は、1917年にイギリスがパレスチナを、占領した際には、少数派でした。当初ユダヤ人は 20% で、このイギリスによる委任統治が終わった段階でもパレスチナ全体の人口の 30% に過ぎませんでした。そのためシオニストたちは、自分たちが支配するに至った領域において、パレスチナ人たちを、追放することをですね、計画し、そしてそれを実行し続けてきました。それが現在まで続いています。Yes, please. Thank you. Yes. So, my presentation will start in 1947-1949. This is the war that took place when the British mandate ended. And when Palestinians wanted, of course, to create a single state in which all of the inhabitants of Palestine have rights and in which every person has an equal vote. However,
the Israeli or the Zionist plan at the time was to divide Palestine into more than one state, and that was something that the United Nations General Assembly recommended as well. And as soon as the General Assembly Resolution 181 came out, in which the partition of Palestine was recommended, a war started in Palestine. And during this war, the Zionist militia committed a number of massacres in different places and forcibly displaced 80% of the Palestinian population that lived in the areas on which Israel was established during this period. This included the western part of Jerusalem, in which Israel actually displaced all of the population of West Jerusalem. So in this war, West Jerusalem became Palestinian free. There was no Palestinian at all. All of them were ethnically cleansed from West Jerusalem, and they moved to the eastern part of Jerusalem or to other places and became refugees. Yes, thank you, Yaku. このプレゼンテーションでは最初に1947年から1949年までのことについてお話しします。まず、パレスチナにおいてはイギリスの委任統治が終わる時から戦争が起こりました。当時パレスチナ人たちは一つの国を欲していました。その国においては個々人が平等の権利を持ち、そして平等の投票権を持つ、そういう国を望んでいました。しかしそれに対してシオニストたちはパレスチナを分割することを望んでいました。そしてそれを国連総会も承認しました。そして1947年に国連総会がパレスチナ分割決議案を採択します。そしてその採択の直後から戦争が始まりました。そしてこの戦争においてシオニストの民兵たちは多くの場所で虐殺を実行しました。こうした虐殺等によりパレスチナに住んでいた 80% パレスチナの人口の 80% の人々が故郷を追われました。同じく、エルサレムの西側、現在西エルサレムと呼ばれる、地域からもそこに住んでいたパレスチナ人がほぼ全員、追放されました。そして、西エルサレムはパレスチナ人がいない都市とされました。つまり西エルサレムにおいては民族浄化が起こったのです。この民族浄化により、もともとエルサレムの西側に住んでいた人々は東エルサレムなどに難民として逃れることになりました。Please go ahead. The areas on which Palestinians inhabited, the houses, the neighborhoods, the villages that were inhabited by Palestinians in the western area of Jerusalem became either parks, as you can see in the picture on the left, and like just parks for people to hike in and enjoy their times. There were areas that were partly demolished, and we still have the ruins of these villages until today, and people of these, the owners of these houses and their descendants are still claiming the right to return to these houses, which still actually exist and can be renovated, but they are denied this right. And some of the houses were not even demolished, and they still exist until today in their original form. But instead of the Palestinian owners and inhabitants who lived in them, Israel exchanged them with Jewish inhabitants. のですね、パレスチナ人、パレスチナの人々がもともと住んでいた地域や村
はですね、この写真にあるように、公園にされたり、あるいは、一部が破壊され、残りは廃墟として、残されたり、もしくは右下の写真にあるように破壊されることもなく、当時のまま残されるということになりました。特に、右上の写真、の村ではですね、村の一部が破壊されて廃墟が残されていますが、そこのもともとの住民、そしてその子孫たちは今でもここに戻る権利を、主張しています。さらに、右下の写真にあるように当時のまま残された家にはもうパレスチナ人は住んでおらず、代わりにイスラエル人たちがそれにとって代わって住んでいる状況にあります。Then in 1967, Israel occupied the eastern part of Jerusalem, also known as East Jerusalem. During this occupation, it immediately demolished a number of houses in the old city of Jerusalem, evicting thousands of residents from these areas. 135 houses were demolished in the Moroccan quarter, and 4,000 residents were evicted from the from what is known as the Jewish quarter in the old city. So as soon as they occupied, they cleansed also certain areas in the old city of Jerusalem. And there were, of course, other displacements happening in other areas in the occupied West Bank and Gaza. But this was an important demographic change that happened as soon as the war took place. They took advantage of the war and the aftermath of the war and the quick victory in order to change some things in the old city immediately. イースト、東エルサレムにおいては、東エルサレムは1967年にイスラエルによって占領されました。そしてその占領の直後、イスラエルは、旧市街にある135の家々を破壊するとともに、計4000人の人々、4000人のそこに住んでいたパレスチナ人の住民を追放しました。つまり、1967年においてもエルサレムで民族浄化が行われたということです。このようにしてイスラエルは戦争、そして戦争による勝利という状況を利用することによってエルサレムの人口を変えていくということを行いました。As mentioned by Dr. Yamamoto, Israel annexed East Jerusalem. And by annexation, we mean that Israel applied its own legal system within East Jerusalem. And this is important because annexation in international law is absolutely illegal. An occupying power is not allowed to annex occupied territory into its own territory. It's not allowed to apply its own law in occupied territory. However, this is what happened in 1967. Israel annexed 70 kilometers square of Jerusalem and made it part of Israel from its point of view. As mentioned by Professor Yamamoto, this has been rejected and not recognized by the international community. 山本先生がおっしゃったように、イスラエルは1967年戦争の後、東エルサレムを併合しました。併合というのは、つまり自国の法的システムを東エルサレムに適用するということです。そしてこの点はとても重要です。併合は、占領した国が、その占領した地域を併合するということは、国際法上違法であり、認められていないことです。
しかし1967年、イスラエルは東エルサレムの70平方キロメートルを併合し、自国の一部としました。しかし山本先生がご説明いただいたように、この併合は国際社会からに認められておらず、国際社会はこの併合を拒否しているという状況にあります。As mentioned by also Professor Yamamoto, the legal status that Israel gave to the Palestinians who stayed in Jerusalem after the war, those who were not displaced beyond the borders or to other areas in the West Bank, those who actually managed to stay in their homes after the war, the legal status that Israel decided to give them is resident, permanent resident. And the term permanent actually does not exactly describe the reality of this residency, because it can be easily revocable. Israel has been continuously revoking the statuses of the residency status of Palestinians since 1967 on a number of reasons and justifications. The first justification was that a Palestinian from Jerusalem who has a permanent residency status has left, traveled and left the country for 7 years, or took a residency abroad, or took a citizenship abroad. If any of these three conditions were actually founded or established, a Palestinian would lose their residency status. Then Israel changed when the peace process started in 1994. Israel added new methods for residency revocation. And the new criterion for residency revocation was known as the center of life. A Palestinian should have his or her center of life in Israel, including annexed Jerusalem, in order for them to continue to be counted as residents of Jerusalem and of Israel. And if they don't establish the center of life, then their residency would be revoked. And they started considering Palestinians who spend time, live, you know, have houses in the West Bank or in Gaza as people who have moved their center of life outside Jerusalem, and therefore people who would lose, who would have their residency status revoked from them. Since 1967, Israel has revoked the residencies of more than 14,500 Palestinians only from East Jerusalem.山本先生がご説明していただいたように、東エルサレムにおけるパレスチナ人の法的地位について少しご説明します。つまり東エルサレムに住んでいて、1967年に東エルサレムに追放されずに、そのままそこに留まっていたパレスチナ人の法的地位についてです。先ほどご説明いただいたように、こうした東エルサレムのパレスチナ人には永久的な居住権という地位が与えられています。しかしこの永久的な居住権という単語は、その居住権が持つ現実、それがどういう意味を持って、どういうふうな現実にあるのかということを実際には示して表現していません。つまりイスラエルはこの居住権をパレスチナ人からいつでも簡単に奪うことができます。1967年から現在までイスラエルは多くのパレスチナ人からこの居住権を
奪ってきました。そしてその、居住権を取る、理由付け、正当化する理由付けとして3つを、挙げてきました。1つ目が、東エルサレムに住むパレスチナ人が、国を7年以上離れている場合というケースです。そして2番目の理由付けは、他の国で居住権もしくは市民権を取った場合という理由付けです。この3つの理由付けにより多くのパレスチナ人から居住権を奪ってきました。さらに和平交渉が始まった1994年にイスラエルはさらにこのシステムを変更しました。どのように変更したかというと、新しい居住権を奪う手法を導入したのです。この新しい手法とは何かというと、新しい、基準として生活の中心という、基準を導入したということです。つまりパレスチナ人が東エルサレムに住み続けたいのであれば、自分たちの生活の中心が東エルサレムになければならないという基準です。これはつまり、東エルサレムのパレスチナ人が西岸地区やガザ地区に住んで、そこで生活をしている場合は、もう東エルサレムから移動した、引っ越したというふうに見なされて、その人の居住権は奪われるということでした。この新しい手法により、1967年以降、イスラエルは、Munir, you said、yes. how many people lost their residency since more than 14,500 more than yes.あ、すみません。1967年からこうした方法により、1万4500人以上のパレスチナ人が、居住権を失いました。Maybe I'll actually give an example. In the center where I work, Community Action Center, which was introduced by Professor Matsuno, we actually represent Palestinians who face these issues in the Israeli court system.And administrative system. And there is, for example, a woman who lived in Gaza for 10 years. She got married and lived in Gaza for 10 years. She had children, and then she got divorced, and then she left Gaza, came back to Jerusalem. She has been now back to Jerusalem for 20-something years. And since then, she has been trying to re-establish her status as a resident in Jerusalem.She has been trying to get an ID card because when you lose your residence status, your ID card will be revoked. And then, and because she has her ID card revoked, she has not been able to open bank accounts, to check, to cash checks, or to even work legally. She has been hiding. She's now in her 60s, and she has no rights. She still lives hiding. This is one small example of a person.Who has lost her residency status, and despite the fact that she has come back to Jerusalem, she has not been able to re-establish her life in Jerusalem. But many people who traveled abroad for maybe a long period of time, they have also had their residency revoked. They have not been able to return, and they are now considered foreigners. When they come back,when they come to Jerusalem, maybe to visit their families, if they manage to get a foreign passport, they usually get enter using, you know, getting a tourist visa on their passport, despite the fact that they are from Jerusalem, they are natives of Jerusalem, and, you know, their living here should not be at all restricted. 私が働いているコミュニティアクションセンターでは、実際にこうした居住権の問題に直面しているパレスチナ人を、の相談に応じています。一つ例を挙げます。
ガザに10年間住んでいた東エルサレム出身の女性がいました。10年ガザに住んだ後、彼女は子供もいましたが離婚しました。そしてもともと住んでいたエルサレムに戻ってきて、まあ、20数年住んでいました。彼女はもともと東エルサレム出、まあ、エルサレム出身なので、もともと持っていた居住権を、取り戻そうと、しました。そしてこの写真にあるような ID カードを、もう一度取得しようと試みました。しかし、それが今未だにできずにいます。そのため彼女は、銀行口座を開くこともできず、そして働くこともできず、未だに隠れて生活をしています。彼女は60歳代ですが、未だにそうした生活を強いられているということです。このように多くのエルサレム出身のパレスチナ人は、もともとエルサレム出身であるにもかかわらず、エルサレムに戻ってくると、居住権をもう一度取り戻すことができないということが多く起きています。例えば、もともとエルサレムで生まれた、生まれて育ったにもかかわらず、海外に住んでいて居住権を失った場合は、外国人としてしかイスラエルによって認識されず、外国人としてしかエルサレムに戻ってくることができないということです。In addition to this, Israel added a new method for residency revocation in 2006, according to which it would revoke the residency of a Palestinian if that Palestinian has moved their center of life, if that Palestinian has breached allegiance or loyalty to the state of Israel. This happened after the Palestinian, the most recent Palestinian elections, actually, which took place in 2006, when there were three conservative members, Palestinians, who were actually elected for the Palestinian Legislative Council from Jerusalem, and an additional person who was appointed as a minister for Jerusalem affairs, Israel decided quickly to revoke their residency statuses and to consider them foreigners and to transfer them physically to the West Bank. After that, Israel in 2018, Israel enacted a law in the parliament, in the Knesset, in the Israeli parliament, according to which Israel can revoke the residency status of any permanent resident who breaches their allegiance to the state of Israel. And it has been using this method. I don't know the numbers of today. I don't know the numbers of individuals who have had their residency revoked because of this justification, breach of allegiance. I don't know the exact number, but I know of some cases. Of course, this is very risky because Palestinians don't pledge allegiance to the state of Israel in the first place to breach it. So this can be actually used against many Palestinians in the future. And that's why we are very worried about this new method. すみません。イスラエルは2006年にさらに新しい、居住権を、取り上げる方法を、開発しました。この方法では、それまでの生活の中心があるかどうかに加えて、イスラエル国家に対して忠誠心を持っているかどうかということで、居住権を取り上げることができるという新しい手法でした。つまり、イスラエル国家に対して忠誠がないとみなされた人の居住権をイスラエルは取り上げることができるという新しい手法です。この手法をが実際に使われたのは2006年にパレスチナの自治パレスチナ自治政府の評議会選挙が行われた時です。この時エルサレムから3人の保守系の
議員が選出されました。そしてその議員の一人がエルサレム問題大臣に任命されました。これに対してイスラエルはこのエルサレムから評議会議員に選出された3名の居住権を取り上げました。そして彼らを物理的に東エルサレムから西岸地区に移送しました。そして2018年にクネセトで法律が通りました。この法律に、この新しい法律によりイスラエルはイスラエル国家に対して忠誠心を持たないとみなされた人の居住権を自由に取り上げることができることになりました。実際この忠誠を誓っているかどうかということを基準にして居住権が奪われた人が何人いるかという正確な数字は私は分かりませんが、これは東エルサレムのパレスチナ人にとってとても危険な動きです。なぜならそもそも東エルサレムに暮らすパレスチナ人はイスラエルに対して忠誠を誓うというプロセスを経ていないからです。In addition to this, there are the Israeli restrictions on family unification applications when Palestinians get married to Palestinians from Jerusalem, get married to other Palestinians from the West Bank or from Gaza, or actually from four other countries that Israel chose in the world. In 2003, Israel established this law according to which a Palestinian from Jerusalem or Israel, for that matter, if they marry someone from the West Bank or from Gaza, their spouse cannot get any permanent status in Jerusalem or in Israel. If the person was from the West Bank, the spouse, this spouse can actually apply for family unification, and the maximum that this person can get is a permit to stay in Jerusalem or in Israel for a duration that needs to be renewed on a continuous basis. And if the spouse is from Gaza, there is nothing they can do. They cannot even apply for family unification, so the couple will have to choose between living separately and having once, living together somewhere abroad, which will lead, of course, to the Jerusalemite to lose their own residency status. So this is another restriction that has caused a lot of problems to Palestinians. It has actually changed the way they get married now. Palestinians avoid as much as possible. Palestinians from Jerusalem avoid to marry from the West Bank, and they cannot marry from Gaza anymore because we cannot even see people from Gaza anymore. But when they marry actually from the West Bank, they end up leading a life full of bureaucratic work with the Ministry of Interior. The application is exhausting. The follow-up is exhausting. And in many cases, they end up rejected. Of course, there's no guarantee that the application will be actually accepted. And also the application needs to be, as I mentioned before, renewed. So let's say if the spouse from Jerusalem passes away, dies, then they cannot actually apply again because the person who requests the family unification and the permit does not exist anymore. Or if they get divorced, then the spouse who comes from anywhere in the West Bank will have to leave eventually, with certain exceptions, of course. So this is a law that has really restricted Palestinian lives. In the most recent
days, actually, during the month of July, the Israeli parliament has failed to actually vote for this law to be re-established, because it's a temporary law that has been since 2003, and they have been voting for renewing this temporary law on a continuous basis. But in July, they have, because of political issues in Israel, they did not actually manage to vote for it. So now there is a vacuum. This law does not exist. And that actually is leading many, many Palestinians to try as much as possible to apply for family unification as quickly as possible, taking advantage of the absence of the restriction law. But we believe that very quickly Israel will re-establish this law again very quickly. さらに、先ほどの申し上げた、居住の居住権の問題に加えて家族統合について、お話しします。イスラエルはパレスチナ人の家族の統合についても、厳しい制約を課しています。例えば、東エルサレムのパレスチナ人がヨルダン川西岸地区、ガザ地区、もしくはイスラエルが指定しているアラブ諸国、の、人と結婚することについて、厳しく制限をかけています。2003年にイスラエルは次元立法を、しました。この法律により、パレスチナ人、もしくは、イスラエル人が、西岸地区もしくはガザ地区の人と結婚した場合、その結婚した相手、西岸地区もしくはガザ地区出身のその西結婚した相手は、どのような、継続的な地位もイスラエルで得ることができないという法律です。どういうことかと言いますと、東エルサレムのパレスチナ人もしくはイスラエル人が、西岸地区もしくはガザ地区の、人と結婚した場合、その結婚した相手は、最大でも、エルサレムもしくはイスラエルに、滞在する権利のみが、与えられます。しかもこの滞在する権利というのは常に、定期的に更新しなければなりません。さらに、この、ルールはガザから来た、結婚相手には適用されません。つまりガザの人と結婚した場合は、そのガザの人は一切、イスラエルに住む権利を、与えられないということです。この場合、パレスチナ人は、ある選択をしなければならなくなります。つまり、結婚しても、ガザと、イスラエルで別々に暮らすか、もしくは一緒に暮らすために、パレスチナ、イスラエルの外に住むかという、その2つの選択 を迫られます。そして、2つ目の選択である海外に暮らすという選択をすれば、先ほど説明したように、東エルサレムのパレスチナ人は、エルサレムの居住権を失うことになります。この法律はパレスチナ人にとても大きな問題をもたらしています。そしてパレスチナ人が誰とどういうふうに結婚するかというその方法にまで影響を与えています。この法律により東エルサレムのパレスチナ人の多くは西岸出身の人と結婚するのを避けています。またガザの人とはもう結婚しないという選択を取っている人がたくさんいます。もしそれでも西岸地区出身の人と結婚した場合、その夫婦は、イスラエル内務省との、官僚的な手続きに、とても、忙しく、その手続きをずっとしなければならなくなります。そして結局、イスラエル内務省を相手にいくら手続きで、失格したところで、結局は拒否されるということも、起きています。そして運よくこの、居住この、滞在する権利をイスラエルから、得ることができたとしてもその権利も、常に定期的に更新しなければならないものです。そしてこれが意味するところはその結婚した夫婦が、離婚した場合
もしくは、エルサレム出身の、エルサレム出身の、結婚相手が亡くなった場合は、もうその滞在する権利を更新することができないということです。その場合は、結婚相手が亡くなった場合、もしくは離婚した場合は、その西岸地区出身の、人はもう住むことができないので、エルサレムを、去らざるを得ないということが起こります。しかし、2020年、今年の、7月ですね、今年の7月、2020年7月に、イスラエルの国会クネセトは、この次元立法を更新することができませんでした。さまざまな政治的な理由があって更新できなかったのですが、これにより、法律に穴ができました。そのため現在、多くのパレスチナ人がこの穴を、最大限利用しようということで、急いでこの家族統合を、に申請しています。しかし、私たちが予想するところでは、イスラエルはこの次元立法を、すぐにまた更新して、使えるようにする、だろうというふうに考えています。In addition to the family unification problem, there is also an additional policy which is very difficult, which is the restrictions on child registration for Palestinians in Jerusalem. Israel, because Palestinians are not citizens, they are only residents, their status does not pass automatically to their children. In order to establish a residency status for the child needs to, there are several conditions that need to be met. For example, if the other parent has a West Bank ID card or a Gaza ID card or is a foreigner, the child will not be registered automatically. If the child is born abroad, the child does not get registered automatically. The parents need to establish that the child is living in Jerusalem, has the center of life in Jerusalem, to prove that with documents and in order for the child to be finally registered. Or in some cases, the parent will have to apply for family unification for the child, which is also restricted in many cases. For example, if the child passes the age of 14, the child will not get a permanent residency status like the parent, they will get a permit. From our experience here in Community Action Center, I can tell you that there are many children who have not managed to actually get registered. This means that these children do not have any normal rights. They do not carry an ID card, they do not have a number of an ID card, they are not entitled to any governmental services, including schooling, including medical care, any other services. But also, when they grow up and they become adults, many of them end up living here without having any legal status. So they are not stateless. Stateless means when someone has no citizenship, but all of us are stateless. I am stateless. I'm not stateless, they are statusless. They have no status at all. They exist as human beings, but they don't have a status of being legal, living legally anywhere on this planet. This is the situation of thousands of children. We don't know their exact number. At some point it was cited as 10,000, but we are not sure if this is the right number because it changes. Goes up and down with time, and there are many children who have not even applied for child registration. But this is the status of thousands of children, and it is it causes severe problems, especially when the child grows up and when the child wants to pursue their normal lives in the future as they grow up.
さらにイスラエルは、居住についパレスチナ人の居住について、他の政策も行っています。それが子どもの登録に関する、制限です。パレスチナ人、すみません、東エルサレムのパレスチナ人の、居住権というのは自動的にその子どもたちに、与えられる渡されるものではありません。つまり、子どもは子どもで、居住する権利を、自ら、登録しなければならないということになっています。そして、そのためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。特に、親のどちらかが西岸地区、ガザ地区出身もしくは海外出身の人の場合、その子どもは自動的に東エルサレムで、登録、されるわけではありません。両親はその場合はその自分たちの子どもが東エルサレムに生活の中心があるということをイスラエル当局に対して証明しなければならないということです。もしくは、その両親は、子どものために先ほど申し上げた家族統合を申請しなければならない、ということです。これは特に、その子どもが14歳以上の場合は、特に大きな問題をもたらします。その場合、子どものために両親が登録を申請したとしても、その子どもは東エルサレムにおける居住権を得ることができず、滞在する権利しか受け取ることができません。そのため、多くの東エルサレムにおいては多くのパレスチナ人の子どもたちが登録されていません。それが意味するところは、その子どもたちには ID カードがなく、権利もなく、そして医療サービスや学校に通う権利などあらゆる政府からのサービスを受けることができないということです。こうした子どもたちが大人になったときにどうなるかというと、彼ら彼女たちは結果的にいかなる法的な地位も持たない存在になってしまいます。それは彼ら彼女たちが国家を持たないという意味ではありません。私自身も国家を持たない、国家を持ちません。しかし、こうした子どもたちは単に国家、自分たちの国家を持たないだけではなくて、いかなる法的な地位も持っていない存在になるということです。つまり、その子たちはこの世界のどこにおいても、合法的に、住むことができない、合法的に生きることができないということになります。こうした子どもたちが、正確な数字は分かりませんが1万人、ほどいるとも言われています。そしてこうした問題は、子どもたちが普通の生活をすることを妨げている大きな問題になっています。I will move a bit more quickly now、so I will say shorter sentences、the other thing I wanted to mention here is that Israel is also engineering the zoning and planning in Jerusalem. When Israel, after Israel occupied East Jerusalem in 1967, it only zoned 13% of the total area of Jerusalem for Palestinian construction, which was mainly built up in that area. And it expropriated 35% of the total territory of East Jerusalem. It allocated 22% as green areas, and 30% of the territory was unplanned. In all of the three, the green areas, the expropriated for Israeli settlement, and in the unplanned areas, Palestinians are not allowed to build. So it helped through this zoning to build Israeli Jewish colonial settlements in different areas in Jerusalem. And at the same time restricted Palestinian construction. Now Palestinians have been building on lands that they own over the years, however, this construction has been seen as illegal by Israel, and therefore Israel has been issuing demolition orders
for Palestinians. I will show figures soon about how, you know, about these demolition orders. And therefore, now we have this huge home demolition problem in Jerusalem. さらにイスラエルは都市のゾーニングとプラニング都市計画においてパレスチナ人の人口を制限しています。東エルサレムにおいては1967年直後にイスラエルは35% の土地をイスラエルの入植地のために接収しています。さらに 22% を緑地エリアとして指定しています。さらに 30% 未計画地域として設定しています。そしてこの 35% の接収地、そして22% の緑地ゾーン、そして 30% の非計画地域においてはパレスチナ人は家を建てることができません。できません。残りの 13% のみパレスチナ人は家を建てることができます。しかしこの 13% における、建設においても、さまざまな制限がかけられています。例えば、パレスチナ人が何年も、自分の家を持っていたとしても、イスラエルがそれをが法律に違反しているとみなすと、その家の破壊する命令を下して、破壊するようにという命令をパレスチナ人に、発行するということが起きています。In addition to that, also Israel can seal, and by seal you can see this picture here, where they have actually put iron bars and they totally closed the door and the windows of a house, or demolish, as I will show you in the next picture, which is this one, houses based on punitive measures. And by punitive here, what Israel has been doing is to demolish a house because a family member who lived in this house is accused of terrorism. So after they either kill that person or put that person in prison, they still decide to punish the whole family, and they choose home demolition as a way of punishing the family. So in this way, they also, it helps them in their demographic control policies. So they also displace Palestinians. And at the same time, they create this misery for the family by demolishing or sealing. イスラエルはこうした、まあ、自分たちが違法だとみなした家に対してさまざまな手法を使っています。その一つがこの写真にあるように、家を、強制的に、閉じてしまう、閉めてしまうという方法です。封じてしまうという方法です。この写真で分かるように、鉄の棒でドアが、閉められて、打ち付けられていて、さらに窓も開かないように打ち付けられるといったことが行われています。さらに、場合によっては、家を破壊する、ということも行われています。この家屋破壊ということには、まあ、様々な理由がありますが、その一つは、懲罰のためという、理由があります。 Can you go to the next slide?Munir? Yes, thank you. この写真で、あるのは、その、この家族の一員が、テロを行ったとして、殺された、もしくは刑務所に入れられた家族の家です。こうした、テロを行ったとして殺された、もしくは刑務所に入れられた家族のメンバーを持つその家族は、懲罰的理由によりその家が破壊されます。そしてこの懲罰的家屋破壊もイスラエルにとっては、エルサレムの、パレスチナ人の人口を抑え込む、政策の一つとなっています。 I'm sure many of you have heard recently about Sheikh Jarrah.
I'm going to say to talk more broadly about the type of policy that has been used for to displace Sheikh Jarrah, and very briefly mention this neighborhood. The way that as I mentioned before, in 1948, Jerusalem was basically divided into East and West. Western Jerusalem was under the Israeli control, and Eastern Jerusalem was under Jordanian control. All of the Palestinians who lived in West Jerusalem moved to East, and the Jewish population who lived in the East went to the West. And then when Israel occupied East Jerusalem in 1967, some settler organizations, after a little while, started making claims about ownership of lands and houses that existed in East Jerusalem before the 1948 war. Of course, the same claim also exists for Palestinians for their houses in West Jerusalem, as you may imagine. However, Israel has totally blocked legally the way for Palestinians from, Palestinians to claim their homes in West Jerusalem or in any other area in Israel. However, they have legalized the Jewish claims to reclaim their houses or lands in the eastern part of Jerusalem. The issue of Sheikh Jarrah is an example of these situations. Although it is very important to mention here that the Palestinian inhabitants of the homes and their lawyers have insisted that the documents that the settlers are using to claim these lands don't actually show at all that they own the land, and that and therefore they are currently asking the Israeli court system to allow them to argue for ownership, to argue about ownership, who owns this land. However, over the past years, the Palestinians in the neighborhood of Sheikh Jarrah have lost a number of houses, and unfortunately, we are afraid that more houses will be lost and more Palestinians will be displaced and replaced by extreme right-wing settlers who will live in these houses. ここでは次にシェイク・ジャンラーフ、東エルサレムにあるシェイク・ジャンラーフ地区についてお話しします。この地区で行われていることは、イスラエルが東エルサレムにおいて使っている政策の典型的な例だからであります。まず、1948年にエルサレムは西と東に分割されました。西エルサレムはイスラエルの管理下に入り、東エルサレムは、ヨルダンの管理下に入りました。そして西エルサレムに住んでいたパレスチナ人は東に、移動し、東エルサレムに住んでいたユダヤ人は西に移動しました。そして1967年、イスラエルは東エルサレムを今度は占領しました。そしてこの占領した直後から、入植者、ユダヤ人の入植者組織がですね、東エルサレムにもともとユダヤ人が住んでいた、もしくは持っていたと、される土地や家屋に対して自分たちの所有権を主張し始めました。しかし他方でイスラエルは、西エルサレムにもともと住んでいたパレスチナ人が、自分たちの土地や、家に対して権利を主張することを禁止しています。しかしイスラエルは1967年以降、ユダヤ人が、西エルサレムに、持っていた土地もしくは、家屋に対して自分たちの所有権を主張することを合法化しました。このシェイク・ジャンラフで起きていることはまさにその、典型例になります。
ここで、この地区で重要な、この地区で起きていることで特に重要なことは、ここのに住んでいるパレスチナ人の住民と弁護士たちが、入植者たちが使っている書類は実際は彼らがここの土地を持っていることを全く証明するものではないと主張していることです。そのため、このパレスチナ人とその弁護士は、裁判所に対し、このユダヤ人の所有権ということについてきちんと調査するように求めています。それにもかかわらずすでにこの地区に住んでいるパレスチナ人の、何家族かは家を失い、さらに今後より多くの家が入植者組織に奪われ、より多くの家族が、ここから、強制的に移動させられるということを私たちは恐れています。I will stop this this presentation and just move to show an infographic and conclude with the infographic. 最後に、この話の最後に、インフォグラフィックを、少し、まあ、写真というか、まあ、情報を集めた表のようなものをですね、まあ、今出たものですが、これを少しお見せして最後結論に入りたいと思います。 This infographic is, was a collaboration of a number of organizations including Visualizing Palestine, and Community Action Center at Kutz University and many others. What we are trying to present here is to showa number of policies that are used by Israel, many of which I have actually mentioned and others that I have not mentioned, and it takes a long time to explain all of them, in order to show how Israel demographically engineers Jerusalem specifically using its legal system. And it's a whole structure that treats Palestinians in Jerusalem and the Jewish population in Jerusalem in totally different ways. The Israeli law treats these two populations in two different ways, and I'm going to just mention a few of the things that I already explained and mention some others quickly in order to just show, you know, just show how this works.この、インフォグラフィックは、まあ、コミュニティアクションセンターなどいくつかのパレスチナ人、パレスチナ組織、組織が共同で作成したものです。この表はイスラエルが、エルサレムで用いているいくつかの政策について、表しています。そして、この表から分かることは、イスラエルは、法的な手段を用いてエルサレムにおける人口統計を、操作しているということです。この、イスラエルが用いている人口をコントロールするための、操作、はですね、エルサレムに住んでいるパレスチナ人とユダヤ人を全く異なる方法で扱っています。異なる、地位や、まあ、異なる、政策をしているということになります。So, as I mentioned before, now I'm going to zoom in some of the areas. I mentioned before how Israel revoked more than 14,500 residences from Palestinians. Of course, this applies only to Palestinians. The Jewish populations, they have totally different treatment. Any Jew who is born in Jerusalem or in Palestine becomes automatically a citizen, even if the parents are tourists.Here, if a Jew is born in Palestine, they become citizens. So they also have no issue with child registration because there are no Jewish children who have no registration or have any of these issues. These types of problems are only suffered by Palestinians. Residency revocation and child registration restrictions are totally restricted.
for Palestinians, but the Jews have zero issues with that problem. まず左の一番左側のものを表しているのは、1万4500人以上の東エルサレムのパレスチナ人がこれまでエルサレムの居住権を失った、奪われたということです。さらに左から2番目のものは、まあ、1万人以上の子どもたち、パレスチナ人の子どもたちが登録されていないという問題について表しています。そしてこの左側の2つについて、ユダヤ人は同じ問題を一切抱えていません。この2つの問題はパレスチナ人のみが抱えざるを得なくなっている問題です。ユダヤ人の場合はエルサレムで生まれようが、パレスチナ、イスラエルのどこで生まれようが、そしてその両親が旅行者であっても、その子どもたちは、自動的に、登録、されるということです。なので同じような問題はユダヤ人は、一切抱えていません。Palestinian families, Jewish families are always encouraged to move to Jerusalem. They can move in and out Jerusalem easily. They have no issue with that. Palestinian families, especially if they are mixed between West Bank and Gaza, are very much restricted. And even Palestinian families that have houses in areas that are outside Jerusalem, and who move around have the risk of losing their status. So you can find also how Palestinians are, so Palestinian families are totally discouraged from continuing to live here. You can see also how Israel builds bypass roads in order to open the road. And the way between illegal Jewish settlements in the West Bank in order to access the city, while the wall separates more than 100,000 Palestinians on the other side, the wall that Israel built back in 2004. Maybe I should stop. I can see that the time has passed and I should, we should open for questions and answers. But I will just zoom out again, although this infographic tells a lot of things, but I will zoom out again and just say that the structure of this demographic engineering is the Israeli legal system. It's the Israeli legal system that continuously persecutes Palestinians in order to change the numbers. And this is an important reason why human rights organizations, Palestinian, Israeli, and international, have called Israel an apartheid regime, because it is a regime that conducts inhumane acts in order to control and dominate the Palestinian population and in order to Judaize Palestine. I will stop here. Thank you very much. この表から他にも分かること、まあ、この表が示していることというのは他には、ユダヤ人、イスラエルのユダヤ人については東エルサレムなどのエルサレムに住むことが政府によって奨励されていると、それに対してパレスチナ人はパレスチナに住むことを逆に奨励されていない、むしろ、まあ、住まないことを、まあ、奨励されているということです。つまりは、エルサレムの外に家を持っていたりするとエルサレムの居住する権利を、まあ、失ったりと、あるいは結婚、東エルサレム以外の、ところに住んでいる、人と結婚した場合は、まあ、家族統合ができないと、そういった方法によって、まあ、住まないことを奨励されているということがあります。さらに他にもこの表が示していることは、イスラエルは西岸地区に違法に作られたユダヤ人入植地をエルサレムとつなぐためにさまざまな道路を建設しているということです。他にも、パレスチナ社会を分断する形で、まあ、分離壁を建設しているということも示しています。そして、まあ、こうした、この表に示されているようなさまざまな政策があるがゆえに、パレスチナそして海外の人権団体はイスラエルのことをアパルトヘイト体制だというふうに呼んでいます。
つまり、イスラエルは、パレスチナ人に対して、非人道的な行為を行っていると。そしてその目的はパレスチナ人を支配し、その一方で土地をユダヤ化すると。その目的のために、パレスチナ人に対してさまざまな非人道的な政策行動を行っているということになります。ありがとうございました。はい、ムニール・ヌセーバさん、ありがとうございました。予定ではここで5分ほど休憩を入れるということになっているんですけれども、今7時31分、8時までの予定ですので、あと30分しかありませんから、このまま行こうと思いますけれども、主催者の皆さんよろしいですか？はい、それでは質問をこれから受けたいと思います。Munir, we had a plan to have a break of 5 minutes or so, but since the time is already limited, then I think we should continue like this. And there are now questions. じゃあ、トランスレーターの通訳の方、通訳していただけますでしょうか。まず最初の質問に参ります。今日の講義と若干ずれていますが、国際法とエルサレム問題について伺います。国際社会はこの問題について国際法違反であると主張しておりますが、抑止力になっておりません。国際法が適用されない理由と、国際法的にどのようなアクションを取れば国際法、とりわけ人権が保障されるのでしょうか。Right. I'd like to ask a question about international law and Jerusalem, though it may be a little bit off from what this from what your lecture was about. The international community, of course, is calling the situation in Jerusalem a violation of international law, and yet nothing happens. It has not been effective in changing the situation on the ground. What do you think? Or rather, what do you think the reasons are for this ineffectiveness of international law? And what actions do you think should be taken to ensure that international law is implemented on the ground? Yes, indeed. And the status of Jerusalem and the Israeli measures in Jerusalem, including the annexation of East Jerusalem and including the application of Israeli law in Jerusalem, as well as all these measures that are trying to change and actually succeeding in changing the demographic situation in Jerusalem, and they are not only a violation of international law, but for example, forcible displacement is a war crime. When you displace a family from their own homes, this is a war crime. When you build a settlement and transfer your an occupying power's own population into an occupied territory, this is also a war crime. So, and unfortunately, what you mentioned in the question is true. The international community has not actually taken any practical steps to stop that. They have condemned it continuously. General Assembly of the United Nations, Security Council of the United Nations, have both the United Nations Human Rights Council and many other bodies have condemned this as illegal. However, nothing has happened. There is now hope that the International Criminal Court will intervene. I think Japan as a state would help a lot if it supports the Palestinian file in the International Criminal Court, supports, for example, the resolution of the United Nations, the United Nations Security Council also, that illegalizes or that, sorry, that publishes lists, a list of names of companies that invest in Israeli settlements. And we know that the Japanese companies even have invested in Israeli settlements. So I think that's an important, these are important points to lobby within Japan with the Japanese government to support the ICC file. And you know, supporting ICC's file is supporting basically a court. You're not even taking a stance. Let the court see what's going on and decide.
but also take its responsibility towards companies that invest in settlements. These are two things that I think might be very helpful if we can pressure the Japanese government to do. Okay, thank you. はい、ありがとうございました。まさにおっしゃる通りで、エルサレムの併合、エルサレムにおけるイスラエルの法律の適用というのは全て国際法違反になります。またそのエルサレムの人口を無理やり変えさせようとするイスラエルの措置、まあ、実際それはある程度もうすでに成功しているんですね。イスラエル、エルサレムの人口をもうすでに変えさせつつあるイスラエルの措置っていうのは全て国際法違反になります。通常の国際法違反どころか、それものによっては戦争犯罪にさえなり得ます。例えば人口のその強制的な移住っていうのはもう戦争犯罪でもあり、家屋を破壊して無理やりその移動させる、これは戦争犯罪になり得ます。また入植地、植民地の建設ですね。植民地の建設、植民地化っていうのは戦争犯罪になり得ます。で、残念ながらその国際社会っていうのは確かに実際的な措置は何一つ取っていません。なるほど。国連の国連総会や国連安保理、また人権理事会など、さまざまな国連のいろんな機関では非難の決議などは多く出されています。しかし、実際的な手段、実際的な措置っていうのは、もう何一つ講じられていないという問題があります。しかし、一つのその希望が見えてきたのは、ICC、国際刑事裁判所ですね。国際刑事裁判所が場合によっては、介入するかもしれないという希望が見えてきました。そして日本はもう国家としてパレスチナ人のその闘争を支持してくれる、そのことを非常に期待しますし、また日本がそのような役割を果たすというのは非常に重要かと私は考えます。またその ICC 国際刑事裁判所だけではなく、安保理で決議、安保理の決議に基づくその入植地、植民地に投資している外国の企業、まあ、イスラエルもの企業もありますし、外国の企業というリストが国連によって作成されました。でその中には日本の企業も入っている、日本の企業もその入植地に投資しているっていう、関わっているっていうことも知られています。なので、これらの点 に関して日本国内でロビーする、日本政府に意見を申す、日本政府をロビーするっていうのは非常に重要かと私は考えます。まず国際刑事裁判所を支持する。でそれは何もそのイスラエルの戦争犯罪に関して何かこう明確な立場を取るっていう、それでさえもなく、要するに ICC がきちんと役割を果たすことを日本政府が明確に支持する、そのことについて日本政府をロビーするというのが1点目と、もう1点目がやはり日本の企業の入植地との関連を、まあ、日本政府がきちんと責任を持つということを、この2つの点に関してやっぱり日本国内でロビーをするというのをが非常に重要かと私は考えています。はい、次の質問は英語でくださっていてありがとうございます。ムネール、The next question is written in English. Can you read it? If you can. Yeah, I will summarize your question in Japanese, and while you can think about how you comment on that. 質問はですね、英語で出されてるんですけども、シェイクジャラー地区の例 の, 家のエバキュエーション問題についての映像といいましょうかね、フィルムを見ましたと。でそこでアメリカから来たユダヤ人とそのパレスチナ人の家のオーナーが、まあ、議論をしているという場面がありまして、その家のオーナーの方が、まあ、なんでお前私の家を取りに来るんだと、まあ、こういうふうに言っているのに対して、アメリカから来たユダヤ人が自分じゃなければ誰か他のやつがやるんだなんていうふうに、まあ、答えていたと。まあ、今日のお話を聞いて、まあ、こうした状況についてはよく理解しましたし、まあ、それがイスラエルがやっぱりしたいこと、つまりこのパレスチナ人を全部追い返したいというようなことなんだろうというふうに思いました。ありがとうございましたっていうんですが、ムニールさんにコメントをお願いしたいと。Okay, Munir, please go ahead with your comments on this. Yes,
I agree. I think we have been fortunate that this video was actually recorded and that it came out to the world to see. Because what has happened in Sheikh Jarrah, actually, this the woman who asked the question and the settler who answered the question, they have been neighbors since 2009. The section of her house in which the settler lives, if you remember the picture that actually I presented when I talked about Sheikh Jarrah, this furniture was there. It was her family's furniture being thrown out from that house. But thank you for your comment. I agree. This is the whole issue. And one of the main problems with the state of Israel and its colonization project, that regardless of what you do, you're going to be a target for displacement sooner or later. This fear exists all the time, because if you don't, you know, if they don't displace someone in one policy, they can use another policy. The level of persecution is indeed very high. I am working all, you know, most of my time with my colleagues here resisting displacement, but we know that we are pushing against a wall. The Israeli law and the Israeli legal system is very concretely working in a way that leads to stealing Palestinian homes, as the settler indeed understands. The settler who said, if I don't steal your home, somebody else will. He was actually honest in this case. He understands the situation in which we live. That's why it is important to understand that the problem is not one government or another. It's not Netanyahu as a prime minister or Bennett as a prime minister or any other prime minister. It's not about individual politicians. It's about the regime itself. We have to change the regime fundamentally from an apartheid regime to a democratic regime. And that's the only solution, in my opinion, to the problem. Yes, we are working to resist, but I'm telling you, we are unable to stop what is going on. 次の質問、あ、そうか、すみません、通訳を。あ、はいはい、すみません、ミュートして、すみません。はい、ご質問、というかコメントありがとうございました。私ももちろんそれは賛成というか同意見です。で、その、動画が、ソーシャルメディアなどで、その全世界を回ったというのは、ある意味で非常に運が良くて、とても、それで全世界がその現状を少しでも垣間見ることができたので、非常に運が良かったと思います。で、シェイク・ジェラーにおいて、実は私のスライドにもあったんですけど、その女性と、その、入植者、ニューヨークのブルックリンから来たその入植者っていうのは、まあ、2009年よりもう、隣り合わせに住んでいたというよりは、もう一つの家の一部分を、その入植者が占拠、ずっとしてきている。そういう現状なのです。で、私のスライドの中にも家具が家の前でこう、ね、庭にこう散乱している、そういう写真のスライドがありましたけど、まさにその家なのですね。で、まあ、まさで、その事件が、その事件というか、その、女性、その家族のが置かれている状況っていうのは、すごくこう今の根本状況を一つも、とても端的に表していると言えると思います。根本的にもうイスラエルはあの手この手を使って、さまざまな違った政策を使って、とにかくパレスチナ人から家を強奪して、土地を強奪して、我々を強制的に移住させようとしているというのが実態なわけです。パレスチナ人にとっていつその強制的に移住させられる、強制的にもう追放されてしまう、この恐怖っていうのはもう常にこう感じていて、なくなることはないというような状況なのです。迫害のレベルが非常に高くて、私もその大学やその組織でそういろんな
抵抗に関連しています。で、法的な代弁などをして頑張っているんですけど、本当にもう巨大な壁に向かってなんか立ち向かっている、そのようなふうに毎日感じています。イスラエルの法律、イスラエルの国家としてのイスラエルの体制自体がとにかく明確にパレスチナ人の土地を強奪して、でパレスチナ人を追放して土地を取るということを目的にしています。でそれでどん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 動いているというような状況なんです。そのビデオに、その動画にありましたけど、そのニューヨークから来ているその入植者が、お前の家を俺が取らなければどうせ他のやつが取るんだから関係ねえじゃねえかと、っていうことを彼が言った場面があります。本当にその通りなんです。彼一人が仮にその家を取らなかったとしても、イスラエルという国家が明確にそのような方向性でずっと動き続けていて、彼じゃなければ他の誰かが取ろうとするに決まっている、それそういう状況なのです。もう問題は一つの政権、もしくは一人の政治家、例えばネタニヤフの元首相、もしくはベネット首相、まあ、そういうこう一人の政治家や特定の政権などではないのです。それはもうイスラエルという体制自体がアパルテイドであり、その体制を民主的な体制に変えなければいけない、そうしなければこの問題は解決されないと私は考えています。はい、行きます。はい、次の質問はその日本企業を教えてくださいというものなんですが、日本企業が入植地の、まあ、何らかの支援に関わっている、まあ、そうした日本企業について、教えてくださいということだと思います。You mentioned Japanese companies that are involved in the settlement colonialization enterprise. Could you tell us which companies those are? I just translated this question and started looking for the name. I don't know, I'll tell you more details. I saw in the first report that was while they were still investigating, a report came out of the UN that said that there is at least one Japanese company. I'm not sure if more, I don't remember anymore. I just now Googled and looked at the report, and I did not find a Japanese company in the final report. Yeah. So it seems that the Japanese company already withdrew or did something in order to avoid being on the list. But I have no information, no further information on this issue. So I apologize. Thank you. 残念ながら具体的な情報は私は持っていません。実はその国連がそのリストを作成している段階で、これ大変に長い過程を経ていて、で、ある段階でそのドラフトが漏洩されたという事件がありました。で、そのドラフトには社名は書いていなかったんですが、日本の企業が少なくとも1社はそういう入植ビジネス、入植産業に関連しているという情報がありました。しかし社名は載っていませんでした。で、結局国連から出版された、発行された最終的なリストには日本企業は載っていませんでした。なのでその1社が、1社もしくはそれ以上の日本の企業が何か、まあ、もしくは方針を変えたのか、引き上げたのか、それかもしくは、まあ、他のことをしてそのリストに掲載されないことになったのか失礼します。残念ながら僕には具体的な情報はないのですが、まあ、そういう状況であります。はい、でこの入植地に関わる日本の企業、あるいは、まあ、日本の関わりですけども、主催者側から誰か答えられる人はいますでしょうか。よろしいですか。はい、すいません、僕の方にも残念ながら具体的な社名は少なくともそのリストに掲載されていたら具体的な社名っていうのはリストドラフトですよね、ないんですけど、ちょっとここで社名を言うのはちょっと あれなんですけど、複数もの企業が特に政府によって、まあ、ちょっと圧力をかけられて、もうイスラエルとどん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 提携しろと、入植地なんてそんなの関係ないからどん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 提携してくれと、ということは、まあ、少なくとも安倍政権での元なんですけど、そういう圧力が非常に強かったことは存じています。
で、まあ、他にも、まあ、特にこれ安倍政権の下なんですけど、まあ、日本政府がどん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 、日本政府がどんどん日本企業をにそのイスラエルに投資するように、まあ、次から次へといろんな、ね、連れてこう投資の協定を結ぶとか、そういったことはずっとやっていたので、日本企業が関わっていると考えても全く驚きというか不自然ではないですというのが、すみません、具体的な社名はちょっと具体的にこの会社関わっているなっていうのは僕の方にも残念ながら情報はないんですけど、関わっているとしても全く不思議ではありません。今のことを簡単にムニルさんに伝えていただけますか。Yes. I used to work in business and human rights, so I gave a very quick answer. I unfortunately don't have any specific concrete information about businesses that are in factinvesting in or connected with the colonization policies. But I do know, I can say that, first of all, under the previous government in Japan, there's been a lot of pressure on companies from the government to strengthen relations with the Israelis. And the fact that that might involve violations or complicity with violations of international law certainly never entered the equation in any way, shape, or form. And I too know from personal experience that many companies, I mean, they have asked me, have told me that they have been really sort of leaned on by the government to invest in Israel and to strengthen relations with the Israelis. So it would certainly be no surprise if several Japanese companies at least had were currently involved with the settlement enterprise. 次の質問ですけれども、今のイスラエルの国際犯罪によるパレスチナ支配の数々の問題に対して日本の取っている現状、まあ、日本の取っている立場、関わりはパレスチナではどのようパレスチナ側としてはどのようにご覧になっているのでしょうか。I would like to ask how Palestinians see the position of Japan vis-a-vis these international crimes that Israel is inflicting upon the Palestinian people. How do Palestinians see the role of Japan up till now? Oh dear, I think you're mute. Sorry, thank you. I think we see that Japan is present when it comes to international development, you know, to development and this type of cooperation. Japan is active in Palestine. However, I would say that I haven't seen any policies that, like any independent policies for Japan, opposing the war crimes and the violations of human rights and international law in Palestine. Japan has not been loud. Japan has not taken a totally independent position from the US or from Europe. I do have a hope that this will change, that Japan can play a better and more, you know, a stronger role in Palestine. It's a country that is powerful in many ways. I understand that it also has its weaknesses. I understand that, but it is powerful and it is highly respected, actually, by the Palestinian population, as many of you might know, with the view of the Japanese in Palestine, almost like a perfect type of person. but yes, I think that Japan can play an important role, but it hasn't been playing this role. But I'm sure you can. The Japanese, you, the professors who are in this room, can also offer your answers better than I can, because you probably follow what the Japanese government is doing better than I do.
はい、ありがとうございます。日本はもちろんパレスチナでは、その開発支援などっていう意味では、まあ、存在感はそれなりにあると私は感じています。しかし、しかしその、戦争犯罪やその人権国際もしくはその国際法侵害に対してその独立したその姿勢がある独立したそのポジションがあるっていう印象は私はあんまり持っていません。アメリカやヨーロッパからよりその独立した立場を持ってあのパレスチナ人たちが受けているその戦争犯罪や人権侵害国際法違反に関してより高く声を上げることを私としては期待しています。日本というのは、まあ、力がある国で影響力のある国です。もちろんさまざまなその制約があるということは私も存じています。しかし、まあ、日本はやはり力があって影響力もありまたパレスチナ人一般のパレスチナ人にとってからしてみても日本は尊敬される国でもあり日本人も尊敬される人たちでもあります。なので、まあ、よりその独立した立場を持ってもらってより高く声を上げてもらえればというふうに思いますしそういう役割を私はとしては期待しています。また今日このセミナーにいらしている研究者の皆さんも、まあ、あるいはもうちょっと詳しくご存知かもしれないのでむしろそれは私もちょっとお聞きしたいところです。はい、次に日本に関する質問がちょっと続けて出ているんですけれども、まあ、時間も限られておりますのでこれはムニールさんに対する質問だということで、ちょっと優先させたいものがあります。東エルサレムを首都とするパレスチナ国家の地位というプランの実現が見込めない現状においてエルサレムの将来の統治体制についてパレスチナ人にとって望ましくかつ実現可能な形態あるいはプロセスはどのようなものだと思われますか。まあ、これをムニールさんにまあお伺いするということにいたしましょう。There are a couple of other questions that regard that are pertaining to Japan, but since we are very short of time, I would like to skip those and go to a question that really goes to the heart of what you were just discussing. East Jerusalem, of course, is to be the capital city of an independent Palestinian state.But whether that is really going to happen is another question. And I would like to ask you, the person raising the question would like to ask you, how do you see the future of Jerusalem? What is desirable, but also possible? How do you see Jerusalem panning out in practical terms? What do you see as desirable, but also possible?Okay, and this has to be, here I have to stress that I am going to mention my personal opinion rather than representing any official opinions, which I don't like to represent. In my opinion, and this is something that I call for publicly, I believe that Palestine and Israel should be one state.And not two independent states. I believe that the whole partition of Palestine, which started with this colonization since 1947, is meaningless and it's not necessary. And it has served nobody. And it has caused war and caused blood and prevented peace.And Jerusalem as part of Palestine would be the capital for everybody, for the Palestinian population, for the Jewish population. We both love the same city. I think we should learn to share it rather than how to divide it. But this should be not the Israel, the colonial power that is currently exercising apartheid. It should be a state where everybody has equal rights, where everybody has...enjoys the right of self-determination. I would like to note here that Israel has enacted a constitutional law, a constitutional bill of law that mentions, among other things, that only Jews have the right to self-determination in Israel. This is the type of state we're talking about. So in my opinion,
And I'm part of a campaign, by the way, that works on this solution. The campaign includes Palestinians as well as Jews, Israelis. And we work on a single state solution. Of course, this is not easy. This is not around the corner. I think this is a solution that will take a long time if ever, if it will be established. But I believe this is the only just solution. So that's my personal opinion. Of course, in the time being, we're going to continue to suffer, regardless of what the real situation will end up, whether, because also when we talk about future Palestinian state, actually the Palestinian state exists also. That's an important thing to talk about in terms of international law. International, you know, for example, the state of Palestine is a member of the International Criminal Court. It's a member in many international organizations. So we're not talking about a future state of Palestine, we're talking about a current existing state of Palestine that is under occupation and under apartheid. So that's an important thing to mention. What do I expect in the future? I expect apartheid to continue, unless there is any, you know, there is some a strong intervention that can end this situation. はい、時間がなくなってまいりましたので、これで最後の質問にしたいと思います。最、あの最後、ビールさん、あ、ごめんなさい、通訳です。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっとまず最初に強調しなければいけないのは、これを私が所属する団体ですとか、研究所ですとか、そういったあらゆる団体のものではなく、私個人の意見として申し上げたいと思います。で、私は私の意見として、私の個人としての意見としては、とにかくパレスチナとイスラエルがその2つの国として2つの国として存在するのではなく、とにかく一つの国家となるべきであるとというのが私の意見であります。その47年から始まったその分割、パレスチナの領土の分割で植民地化、これはもう無意味で不必要で誰のためにもなっていない。戦争をもたらしたものであり、平和を阻んできたものであります。で、その単一国家の中でエルサレムは、とにかくみんなの首都に、みんなの都市になると。ユダヤ人とパレスチナ人、両方にとってその重要なパレスチナは、その単一国家の首都となり、そこ我々が共有するべきであると私は思っています。しかしその単一国家っていうのはこれも強調しなければいけないんですけど、それはもちろん現在のイスラエルのアパルテイド国家である現在のイスラエルがを考えているのではありません。その私が理想として、私が目標として掲げているのは、その平等な権利が尊重されている単一国家であり、またユダヤ人とパレスチナ人双方が民族自決の権利を持つものであります。今のイスラエルは最近その近年基本法が新しく採択されて、そのイスラエル人、ユダヤ人だけが民族自決の権利を有すると、そういう基本法が採択され、イスラエルの法律になっています。すなわち今のイスラエルはそういうアパルテド国家であり、それがイスラエルの実態であります。まあそれが私の意見なんですけど、それに向けて私はそういうキャンペーンにも参加しております。そのキャンペーンにはパレスチナ人もイスラエル人も参加していて、ずっとアドボカシーを続けています。もちろんそれはすぐに実現されるものとは私は残念ながら思っていません。長期的なものかと思います。しかしこれがもう唯一の、まあ、正義にかなった解決かと私は思っています。それが実現されるまで、まあ、残念ながら我々パレスチナ人は苦しみ続けるであろうというふうに私は思っています。最後にもう一つ強調して申し上げたいんですけど、その将来できるパレスチナ国家というのではなく、パレスチナはすでに国家として存在していると
ということを改めて私はここで強調したいと思います。パレスチナ国家は国際刑事裁判所の加盟国でもあり、またその他さまざまな国連機関や国際機関の加盟国でもあります。なので今パレスチナ国家はすでに存在しています。そのパレスチナ国家は占領され、アパルテイドの下で苦しんでいると、というのが実態なので、それだけはまた改めて強調して申し上げます。はい。ではこれで最後の質問にしたいと思います。現在パレスチナ自治政府がエルサレム問題について効果的な行動を取れているようには思えませんと。東エルサレムのパレスチナ人は自分たちの政治状況を変えるためにどのような政治的イニシアティブを取ることができるでしょうか。 Right, so this will be the last question. The person raising the question is asking about the PA, the government of the state of Palestine, and noting that they do not appear to be able to take any kind of effective steps, any kind of effective measures regarding the situation in Jerusalem. What do you believe East Jerusalemites can do? What sort of political initiatives can be taken by the people of East Jerusalem to improve the situation? It's correct. The Palestinian Authority is not able to actually work in Jerusalem at all. Not only the Palestinian Authority. Israel considers any political organization of Palestinians in Jerusalem illegal. The Israeli intelligence forces and police have continuously raided different activities, including cultural activities, academic activities, etc., organized by Palestinians in Jerusalem. And this is one of the big obstacles that we see. Now, the civil society in Jerusalem is still active despite that. We have a number of organizations that work on different things, including culture, including advocacy, including music, dance, etc. We have all of that. And we try to keep it as much as possible and strengthen it. So this is the resilience part. Palestinians are trying to continue to exist as much as possible. In terms of political organizing, I think this question is a big question. We don't know what we can do. We're still continuing to be resilient without necessarily knowing how to solve the bigger problems. We are actually being an active person within the Palestinian community, not only through my work, but also through different networks. We can tell you that we are asking the same question. What can we do with the absence of support from the Palestinian Authority and from the Palestine Liberation Organization, with the absence of international support? We feel lonely, we feel weak, despite all of our resistance, actually, and resilience, we feel weak, I think. And we don't know, and we are busy with the smaller battles here and there. So every family is busy with maybe a residency issue here, an application with some Israeli governmental body that they are trying to secure. We are struggling in order to try to stop stealing our lands, and we have always new projects. So now, for example, there is a land registration project in Jerusalem led by the Israeli government. This land registration project is basically asking each person who claims that they own a certain land to make their claim in front of the Israeli, before the Israeli authorities. So now we are working against that. We are trying to see what can we do in order to not lose more and more lands by Palestinians. There is the plan to urban planning of the city center of East Jerusalem. Salah al-Din Street and other central important streets in the city. Of course, we are scared. We are trying to also discuss and see how we can resist that. Of course,
human rights organizations will do their best to work on that, but at the end of the day, you can delay it a little bit, but at the end of the day, Israel will actually implement its plans, and people will lose what they are going to lose. So we have the same question. I feel bad that I don't have an answer to this question because we keep asking it every day. I'm sorry. It's frustrating, but that's the reality. はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご指摘のように、PA や、自治政府や、解放機構などは、もうエルサレムでは全く何もできない、そのような状況です。その自治政府どころか、とにかく、パレスチナの団体、少しでも政治的とみなされるようなパレスチナ団体などは、もうイスラエル政府は違法化して、で、すぐに取り締まりに入ります。治安部隊や警察などが襲撃して、例えば露骨に政治的なものでなくても、例えば文化的な行事や学術的なカンファレンスなども、すぐにイスラエルの当局が入ってきて、阻止されたり、ストップされたりします。で、それでも我々、その市民社会、エルサレムにおける市民社会っていうのは、とても、もちろん活発に、活発に活動していますし、頑張っています。文化的な行事、パレスチナの文化を継承するような活動、またアドボカシーなどもずっと続けてやっています。まあ、よく言われている言葉なんですけど、レジリエンスですよね。とにかく力強くもう生き続けることを我々の方で毎日頑張って試みています。ご質問のじゃあ政治的なイニシアチブはどのようにして、まあ、どのようなものが効果的なのかということに関しては、残念ながらすぐにというか妙案はなく、我々自身も自分たちの間でとにかくずっと議論しています。もうレジリエンスは非常に大事でずっと続けていますけど、やっぱり大きな問題に立ち向かう際に、その大きな問題をどのようにして解決すればいいのか、我々も正直なところよくわからないというのが率直なところです。自治政府や解放機構などからの は何もできません。そして国際的なサポートなどは、まあ、避難の声明などを出したりしますけど、効果的なものはありません。その中で我々はやっぱり孤立していると感じることもありますし、自分たちの弱さを自分たちが弱い立場であるということを実感する、痛感することも非常に多いです。実態はといえば、結局その我々東エルサレムのパレスチナ人は、とにかく小さな戦いに振り回されている。小さな戦いに対処することばっかりを余儀なくされている。この家族は何か、やっぱりその住民資格剥奪されそうな、なんかそういう問題にすぐに対応しなければいけない。で、この別の家族は何かしらイスラエルの役所にこう何か申請しなければいけなくて、それにこう、全力を尽くさなければいけない。それそれぞれの世帯がそうやって、小さい問題を追いかけることばっかり余儀なくされてしまって、大きな問題になかなか立ち向かうことができないという大きなというのが実態です。例えば最近では東エルサレムにおいて、というかエルサレムにおいて、イスラエルの政府が土地所有の調査を行うと発表しました。すなわちもう人一軒一軒回って、本当にこの土地を所有しているのかっていうことを、所有している人が、まあ、立証しなければいけない、書類で見せなければいけない、そのような調査が行われるというような話です。また東エルサレムの中心街の商店街、サラディンストリートなどこう中心の商店街などの都市計画もイスラエル政府がどんどん進めようとしています。で、それをもちろん人権団体も可能な限りの抵抗もしてますし、我々も、まあ、法的手段などに訴えて可能な限りのことはします。しかし、少し先延ばしすることはできても、結局はなかなかイスラエルの法体制すべてに抵抗すること、抵抗は続けても、結局最終的には彼らの思い通りになることが多いと、という非常に大きな問題に我々も非常に悩んでいます。
なんか良いその良い答えが提示できなくて本当に申し訳ないんですけど、我々も日々から悩んでいることです。日々悩んで、日々苦しんでいることなので、とにかく考え続けているとというのが実情です。はい。時間となりましたので、そろそろ締めなければなりません。スキップした質問についてはですね、セレブライトは日本の企業ですかという質問がありましたが、日本の企業の子会社ということは分かりましたが、まあ、そのパレスチナの関係はちょっと我々の方では分かりませんでしたというのが答えです。それから日本の援助はイスラエル当局の妨害などに合っていないでしょうかという質問がありました。これはまあ話が当然膨大になるんでしょうけれども、どなたか答えられるかもしれませんが、JICA とかもちろんイスラエルにオフィスを持っていて、パレスチナにも連絡事務所なんかあります。でパレスチナに支援もしておりますが、まあ、当然イスラエルの了解する範囲内で行っているということですので、まあ、そのプロジェクト自体がそういう意味で妨害されることはないのでしょうけれども、まあ、そもそも、プロジェクトの立案そのものがイスラエルの了解する範囲内だという意味ではですね、好きにやれているわけではないと。まあ、それから NGO なんかも支援はいくつも入っておりますが、パレスチナの中に事務所を持つことがなかなかできなくて、どうしてもイスラエルに事務所を持たなきゃいけないとかスタッフのビザ延長が自由にできないとか、日本からの留学しようと思ってもパレスチナの大学にはですね、イスラエルがビザを出さないとか、まあ、様々な妨害は細かいところはいろいろあります。まあ、そうした問題についてはまたいつかね、できればいいかなというふうに思います。さて今日は本当に長時間にわたりありがとうございました。ムニールさんはですね、東エルサレムに生まれ育った人なんですね。そして彼の一家は、まあ、それこそ1000年ぐらい の歴史のある家だということは聞いておりますが、それだけエルサレムに根付いている人であるにもかかわらず、エルサレムにずっと住み続ける権利が与えられていないという、まあ、こういう状態なんですね。まあ、そういう状態の中でこの戦っているということ、今日ご本人の話はされませんでしたけども、まあ、大変な状況の中で日々活動していらっしゃるということで、まあ、そのストレスは大変なものだろうというふうには思います。東エルサレムのパレスチナ人は比較的西岸やガザに比べればいろんな自由があるとはいえ、ユダヤ人イスラエルの人に比べればもちろん権利は剥奪されているわけでありまして、アラブ人のパレスチナ人の商売人の人もたくさんいます。旧市街の中とかですね、しかし彼らは商工会議所を作ろうと思っても許されないとかですね、自由な商売ができないということで、パレスチナ人のこの経済的なエンパワーメント、まあ、得意分野であるその商売、まあ、そうしたものもこうなかなか自由にはできないという状況にあります。まあ、イスラエルはそういうこう大きいタガをはめてですね、やっぱりなかなかパレスチナ人がいつになったら出て行ってくれるのかななんてことを思ってるんじゃないかというふうに思いますね。というわけで、今日は短い時間ではありましたけども、一旦を伺いしていることができたかなというふうに思います。それでは山本さん、それから通訳をしてくださった今野さん、そして高橋さん、ありがとうございました。今日おいでの皆さん本当にありがとうございました。今後ともまたよろしくお願いいたします。それではこれでウェビナーを終わらせていただきます。ムニールさん本当にありがとうございました。ムニール Thank you so much for Thank you very much attending the seminar. シュクラン、シュクラン。 Yeah. Thank you very much. I appreciate this opportunity. Thank you. Yeah.But there were many good questions, I think. I wish we had had more time for question and answers. But unfortunately, we have to stop here. Maybe we can have a next time, next opportunity to explore more deeply the questions raised here today. Thank you very much. Yes. I really want to go to Jerusalem if the COVID is gone. Yes.Yes, it's been a while since you visited us. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. I really appreciate this. And thank you for your hard work also, in raising the awareness. I think it's important and it will make a change. I know that maybe sometimes I sound too pessimistic, but I am not that pessimistic. I think we are working in the right direction.Regardless of the immediate outcome. Maybe we don't necessarily see the consequences and the positive results of what we do, but I am sure that if you throw a seed, eventually, it has a good chance of becoming something.
So I think we are throwing many seeds by working together, and that's important. So I really appreciate the work that you're doing. Thank you. Yeah. One thing is sure, I can say that you are younger. You will live longer than Netanyahu and other, you know, Israeli current Israeli leaders. So you will win anyway. Let's see. I hope that justice will win eventually, regardless of you know, of my lifetime. Yes, you will certainly see a different scenery. Yeah, I hope so. Okay, inshallah.